速く走るためには歩幅を大きくすることと足を速く動かすこと、これができたら誰でも速く走れます。誰でも速く走れます。よーい、はい、こうやって速く走ってる人って見たことある？こうやって9秒台で走ってる選手いる？いないよね。サニーブラウン選手って綺麗に走るでしょ、こうやって。飛龍選手だって綺麗に走る、こうやってね、こんなって走りません。あの人たちは速く走るには速く走る方法があります。よーい、はい、よーい、はい。はい、こんにちは、福チャンネルです。今日はですね、与那原町の与那小浜公園に来ました。なんと、木村淳選手久しぶりにね、登場ですけど、木村淳選手今ですね、プロボクサーもしてね、活躍してますけど、彼はね、ほんとすごいですね。 100m10 秒4、 200m21 秒0、 そして 400m46 秒0 かな。もう本当にもう小学校から早くて社会人まですごく活躍していまして、今回ですね、もう小学生のうちに絶対これをやった方がいいという、もう本当に今日ね、素晴らしい内容をお送りしたいなと思いますので、これね、僕もちょっと小学校とか中学校の時から気づいてやっとけばよかったなっていうことと、マスターズの皆さんもね、これやったら本当に速くなるんじゃないかなと思うことが、たくさん出てきますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。どうぞ。福チャンネル、なんと日本代表です、木村淳選手です。拍手。なんと中学校で、日本一で、高校でも、インターハイ優勝とかね、活躍しております。そして、大学になってもどんどん記録を伸ばして、社会人までずっと活躍する選手ってなかなかいません。で、彼がすごいのは、ものすごく陸上を研究して、やってきてますから、足が速くなることをすごく知ってる選手でもありますので、ぜひ今日は短い時間ですけど一生懸命聞いてください。これもチャンスですから生かしてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ木村選手が一言お願いします。はい、はい、おはようございます。僕は沖縄市の出身です。で、今は大阪の方の、方にいます。で、皆さんと同じ小学生の頃から陸上を始めて、小学校3年生の頃ですね、アンテロープ陸上クラブっていうクラブチームで陸上を始めて、2020年までですね、現役でずっとやってました。もう今も陸上の方は引退はしてるんですけど、こうやって皆さんとね、また陸上で、同じ陸上でこうやって接点を持てるっていうのがすごく嬉しいですし、今日は1時間ちょっとしかないんですけど、短い間皆さんと一緒に陸上できるのがすごく楽しみです。今日一日よろしくお願いします。はい、拍手。福チャンネル、走るときって何が大事かってわかるかな？速く走るためには歩幅を大きくすることと足を速く動かすこと、これができたら誰でも速く走れます。誰でも速く走れます。じゃあ歩幅が一番大きい選手って誰かわかる？ボルト。そう、ボルト、ウサインボルト。ボルトは一歩で3メーター進みます。一歩でだいたいここからここぐらいまでバーンって進みます、一歩でね。それは足速いよねと。だから足を大きく出す、足を大きく出す練習をします。足が長いのと歩幅が大きいのは違います。足が短い選手でも歩幅は大きくできます。なのでまずはその意識、足をね、出す、前に出す動きからやります。なのでその場に立ってて、足をまっすぐ前に出す、まっすぐ。この時にね、横に出したりとか内に入ったりとかじゃなくて、まっすぐ出す、まっすぐ出す、まっすぐ出す、必ずまっすぐ出す。で、ちょっと腰を落とす、こういう風にね、まっすぐ出すっていうのを、次向こうのコーンまで行きましょうか。で、終わったら
こっち側に戻ってこうかな。なので1列目から行きましょう。じゃあ用意、はい。そう、足をまっすぐ大きく出す、大きくまっすぐね、まっすぐ。2列目行きましょう。はい、あ、いいですか、はい、はい、3列目行きましょう。まっすぐね、まっすぐ、まっすぐ。はい、次行きます。今大きく出してもらったんですけど、もうあと2個意識をしてもらいます。何かというと、姿勢と腕。みんな大きく出してるのに姿勢がこういう崩れたりこうなったりしています。だからしっかり体はまっすぐね、まっすぐして、姿勢はまっすぐ、まっすぐで、プラス腕をつけてあげる。腕をつける、腕をつける、腕をつける。分かった、はい、この2つをまた意識、大きくまっすぐ出すことと、体は姿勢はまっすぐで、腕をつける。この3つ意識してみましょう。じゃあまた向こうまで、よーい、はい。はい、よーい、はい。大きく姿勢よく、腕もね、よーい、はい。腕つける、腕も行くよ、最後、よーい、はい。体はまっすぐね、今足を大きく前に出すのと、体をまっすぐにして、で腕をつけるってことをしてもらいました。今度は今の動きをその場で足を入れ替える、その場でね、それを10回その場でいきましょうか。周り当たらないぐらいでね、一緒だよ、まっすぐで、大きくまっすぐ腕を使って出す。そう。じゃあその場で10回いきましょうか。10回、みんな用意、はい、10回。足を入れ替える。今10回入れ替えてもらいました。次は地面にいる時間をもっと短くしてもらいます。だからこういうね、地面に長くいるんじゃなくて、ポン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 と地面にいる時間なるべく短く、10回いきましょう。よーい、はい。次はね、回転を速くすることをします。足を速く動かすってことです。その場でなるべく速く足をパパパパパパパって動かしてあげてください。で、最初は手を使わず、手は後ろに組んだまま足を速く動かしてください。10回ね、よーい、はい。手は使わないよ。じゃあ次、手を使ってください。手を使って10回いくよ、よーい、はい。どっちがやりやすい？そうだよね、手がある方が早く動かせるよね。ってことは、腕を使うってすごく大事なことって分かったと思います。腕を使うっていうのはね、大事なことで、次はね、早く足を動かす練習なんだけど、足をこんだけしか上げてなかったらね、意味がない、あんまり意味がない。だからしっかり足を上げながら早く動かすってことが大事になります。膝をこんだけ上げるんか、ここまでしか上げないのか、ここまで上げる方がいいです。膝をしっかり上げる、その中で早く動かす、その中で早く動かす。
っていうのが大事になります。もも上げをこうやってやると思うんだけど、膝をしっかり洗いながら早く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 もも上げをしてもらいます。白いラインまでもも上げ、早くね、早いもも上げいきましょう。いいですか、いきます、よーい、はい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 、いくよ、最後、よーい、もう、そう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 、福チャンネル一個ずつやっていくことをみんなに今増やしていってます。体もまっすぐして腕を振るって話をしました。ってことは今のもも上げでも同じです、同じです。せっかくこうやってもも上げしてるのに腕を振らない人もいるし、体が前にねこうやって倒れたり後ろに倒れたりしてる子がいます。こうやって早く走ってる人って見たことある？こうやって9秒台で走ってる選手いる？いないよね。ってことはみんなね、サニーブラウン選手って綺麗に走るでしょ、こうやって。桐生選手だって綺麗に走、こうやってね、こんなって走りません。あの人たちは速く走るには速く走る方法があります。次またもも上げをやってもらうんだけど、しっかり体をまっすぐにして腕を振って、しっかり腕を振るってことを、腕は自分のね目の高さまで、指がね目の高さまで来るように振ります。振るっていうのをちょっと意識してみてください。いいですか、早く大きくしっかり腕を振る、いきますよ、よーい、はい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 、はい、じゃあ最後、はーい、よーい、はい、次意識してもらうこと、足のね軌道を意識してもらいます。足の動きっていうものを意識、なんでかっていうと、これ足の動き方で結構ね一気にタイムが速くなったりします。じゃあ悪い動かし方、足が遅くなる、怪我するかもしれない動かし方っていうのがあって、それが足が後ろに、そう、行き過ぎる、行き過ぎたり、こういうね跳ねる後ろにっていうのが良くない動き方です。じゃあなんでこんな動き方になるかって言ったら、姿勢が悪いからなります。猫背だったりね、体が前に突っ込んだら足がね後ろにこういう風に流れたりします。なのでみんなに意識してもらうのは、かかとをね、かかとをお尻にすぐ持ってくるイメージ、お尻にここの方ね、お尻の方にかかとをすぐ持ってくるイメージでやってもらいます。そうすると勝手に膝が前に出ます。前にね、膝が前に出るってことは足がねどん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 前に運ばれていきます。さっきも言ったけど、悪いのは足がこうやって流れる動き、
なんでかというと1、2、3っていう3回の動きでしか前に持ってくることはできないです。ただそれがかかとをお尻にすぐくっつけるってイメージすると1、2、1、2、2回の動きで足が前に持ってこれます。3回よりは1回少ない2回の方が絶対ね、足が速くなる動きです。これはだからちょっとそれをみんな意識して次のもも上げやってもらいます。だからもも上げでもこういう風にもも上げするんじゃなくてかかとをお尻にくっつけるイメージでもも上げをするとしっかりね腕を振って姿勢は正しくでかかとをお尻の下に持ってくるイメージね。いきますよ、よーい、はい、そう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 、よーい、はい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 、そう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 、よーい、はい、よーい、はい、よーい、はい、いけよ、よーい、はい、いけよ、よーい、はい、じゃあ最後のですね、いくよ、よーい、はい、よっしゃ行こうか。次はね、もも上げにリズムを取ってもらいます。1、2、3、1、2、3、地面に足を下ろす、下ろす、下ろす、下ろす。今やった動きを走りにつなげていきましょう。もも上げからどん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 、 おっとっとっとみたいな感じだね。前に転がるような、こけるような感じで行くと自分の力を使わずに体を前に運べていきます。なので前足